ばいな。痛いな。こだわりがすごい。こだわりがもう一個一個の。じゃあもうキャンプ歴はやっぱりもう。いや、もう僕はどうかな。でも6、7年ぐらいじゃないですかね。じゃあ J コンと同じ、うん、で昔はやってたので、もともとその J キャンプで川に行ったりとかっていうことはずっとやってるので、キャンプ歴で言ったらもう20何年とかなるんですけど、どっぷりハマってこうなりかけたのはもう6、7年で、 J 君が僕の先生ぐらいなんで、まあ同時期ちょっと早いぐらいだと思いますね。なるほど、すごいな。フライングロッジが一番ですね。メインですね。T シャツもですもんね。はい、これ後ろこんな感じです。うわー、ほんまや。フライングロッジさ。いやいや、だから他の方とはちょっと違うかもしれないですね。そう、じゃあ見させてもらって。いつもこれシーマーグランで、僕も今日初めて入りました。言ってましたね。ワンティグリスのコニファーっていうマークなんですけど、基本ティピーで最初からこう二股になってるんですよ。なので手前側がこう張り出せるんで、スタートみたいに使えるっていうことで。今回初めて初めました。すごい。だからちょっとまだわからんところもたくさんあるんですけど。え、これワンティグリス？ワンティグリス。あの虎のマークの。新作かなんかですか？そうです。これ多分出てまだそんなに。そうですね。そうですね。出たばっかりで。初めて見たんですけど。はい。かっこいい。で、この色が結構僕の中でやっぱりいい色だったんで。はあ。こういう感じですね。ほんまですね。はい、え、閉めるとまあ普通の。ワンポール的な感じです、はい、で後ろがこれベンチレーションっていうか、ここが立ち上がるモーニンググローリーみたいになってるんで、あ、本当や、ほんまや、内側からここ開けると全部メッシュになるんですよ。へぇー、夏場もいいかなっていう。なるほど、このテントはいいかも。そうで、ね、そういう感じです。いや、この天板もねいっぱい吸ってるんですよ。見てくださいよ。ほんまや、生釣りですね。この板は、これはキーさん、やっぱり、はい、足はバリスティックスさんのやつなんですけど、鍵盤は、おしゃれな人はやっぱりワットノットのあれ使ってる。あ、ほんまやん。わかります。なんで買えばよかった。あの白いやつですか。白いやつ。いや、やっぱそうなんや。ワットノット、ワットノット僕2つ持ってるんですけど、1個が最近あれ買ったやつですね。いや、あれいいですよね、うん、あれはあの失敗した。夏場とかに結構使えるかなと思って。あ、ですよね。はい、やっぱこう枠ができるっていうのはすごいねえ。ワットノットさんはあのまま立ちクッションも、あ、ほんまや。すり替えに行ってもすることがまず難しいので、この天板もそうですね、全部。うわ、ほんまや。あの手前のあのカバンもそうですけど。ほんまや。かっこいい。ね、全部かっこいいね。な、え？まあ、半分ぐらいは向こうに行っちゃってるってあるんですけど、まあでも形としてはまあなんとか形になったかな。めっちゃなんか統一感ありながらも。このこだわり、一個一個のこだわりがすごい。最近はもうお任せなんで、ハート君っていうその筋師がいて、はいはい、ブラインドロッジの、こういう感じにしてってお願いですって言うと、こういう感じになるんで、僕はこの緑が好きなんですね、この、あ、緑かわいいですよね。トランクカラー、まあ、トランクゼロっていうところのカラーに近いんですけど、はい、なので、この色とかに近いものをハート君が毎回入れてくれるんで。クッションカバーもめっちゃ色合いかわいい、うん、あれは元々のやつに擦ってもらって、うん、半分は擦ってあるんですけど、はい、これに形を擦ってもらって、こっちは、あ、こっち側は最初から擦ってあるんですよ、ね、あー、なるほど、はい、で、これに合わせて、はい、で、自分にここでまず黒を塗ってもらって、擦ってもらって、で、これはあやと君の遊び心でこういう形に、かわいい、はい、これとかもだからここにこういうところに遊び心で、ほんまや、擦ってあったりとかするんで、こんなとこにも擦れるんですね。擦れますね。もうだから今そのあやと君自体の腕が上がってるんで、はい、どこにでも擦れますね。
かっこいい。すごいな。僕はどっちかというと3の方の沼にはまっちゃってる半分ぐらい。はい、これもグライドロッジのボンボネロです。ボンボネロ、ね、ボンボネロ自体も貴重なんですけど、これもグライドロッジで、あの、あやと君と面識があるこの人しか予約を受け付けてないやつなんで、かっこいい。これはレアですね。なかなか手に入らないと思いますよ。いや、怖っ。うわ、この透け感がいいですね。いいですね、うん、うわかっこいい。で、これも次回スローかなと思ってます。え、これ自体に、これ吸えるように一応作ってあるんですよ。まあ、普通のボンモデルも吸ってる方たくさんいるんですけど、なのでこれも一回吸らない状態である程度使って、うんうんうん、で、まあ、ある程度時間が経ってきたんで次吸ってもらおうかなと。ボンボネロも持ってないし、吸ったこともないし、ほぼほぼ抽選外れるんで。すごいですね、やっぱそのギアの、そう、まず今回小さいので、いつももうちょっとギア使ってるんですけど、ちょっと小さいので、まあ、初めてこのサイズのマグを買ったのも、初めての機会なので、いいですね、はい、こだわりがすごい。こだわりがもう一個一個の。じゃあもうキャンプ歴はやっぱりもう、いや、まあ、僕はどうかな、でも6、7年ぐらいじゃないですかね。じゃあ J コンと同じぐらい、うん、で昔はやってたので、もともとそのデイキャンプで川に行ったりとかっていうことはずっとやってるので、キャンプ歴で言ったらもう20何年とかなるんですけど、どっぷりハマってこうなりかけたのはもう6、7年。で J 君が僕の先生ぐらいなんで、まあ、同時期ちょっと早いぐらいだと思いますね。なるほど、すごいな、周りのギア。もうあれは見たらもう、あれは見たらもうあれしかないんで、あの光り方は。そうですよね。グラインドロッチのボンボネロ、はい、ボンボネロ、やばいギアに出会えた。やばいギアやな。手に入らんやつや。手出したらあかんやつやね。手に入ればね。いや、ありがとうございました。いいえ、こんなんでよければ。楽しかったです、はい、お邪魔しました。いいえ、とんでもないです、やばいな。痛いな。